デニス・ウィーバーはアメリカ合衆国の俳優。テレビドラマ、ガンスモークのチェスター・グード役、NBC、ケ部、ブ、マクロードのマクロード役、スティーブン・スピルバーグ監督による、激突。のデイビッドマン役で最も有名である。ミズーリ州ジョプリンで、ウォルター・ウィーバーとリーナ・プラサー夫妻の間に生まれる。彼は幼少時から俳優を志し、オクラホマ大学で演劇を学んだ。 第二次世界大戦中は海軍に入隊し、パイロットとなる。1945年には、ゲリー・ストーウェルと結婚し3人の子供を設けた。1948年、オリンピック十種競技に参加するため先行競技会に参加する。先行に外れた後、大学時代の友人ロニー・チャップマンが、ニューヨークで演劇の道に進むことを説得する。ブロードウェイで、 チャップマンの代役として、カムバック、リートル、シーバのトルコ人漁師役を演じる。彼は結局ナショナルツアーリングカンパニーで、チャップマンからその役を譲り受けることとなる。俳優になる意志を固め、アクターズスタジオで演劇を学ぶ。ここで、シェリー・ウィンタースと出会っている。演劇を学んでいる間、電気掃除機、ミーワシャ、 女性用メリアス製品の販売をはじめとする多くの臨時の仕事をして家族を養った。1952年にはウィーバーがユニバーサルスタジオから契約を得るのをウィンタースが手伝った。同年、ザ・レッドヘッド・フロム・ワイオミングで映画デビューする。続く3年の間、一連の映画に出演したが家族を養うための日雇い仕事は継続しなければならなかった。 彼が俳優の仕事で大きな成功を得たのは、日雇い仕事の一つ、花の配達を行っている間のことであった。アメリカのテレビ史上最も長期間放映された、ガンスモークでのチェスター・グード役で高く評価され、1959年には、プライムタイムエミー賞最優秀女演団優勝を受賞した。1958年には、オーソンウェルズの 黒い罠で型破りな脇役を演じた。同作中で彼は、アイ・アイム・ザ・ナイト・ウォッチマンと神経質に繰り返した。彩色主義者であり、1960年代からの世が、よび瞑想の学生であった。さらに環境保護論者としても活動した。2006年2月24日、コロラド州、リジウェイの自宅で、ガンから来る合併症により81歳で死去した。 ありがとうございます。